菅総理大臣は東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長人事について辞意を示した森会長に対し透明性の確保を求めたことを明らかにしました。菅総理は今日午前の衆議院予算委員会で森氏から直接辞任の連絡があったことを認めました。その上で国民の皆さんに歓迎されるオリンピックにするためにしっかりとルールに基づいて選考してほしいと私から強く申し上げたと述べ、選考過程において透明性の確保を求めたことを明らかにしました。